どうも皆さんこんにちは、みたです。いやーついに誕生しましたね。新大関、豊昇龍関、おめでとうございます。気迫一閃、かっこいい言葉ですね。こんなんどっから見つけてきたんだろうな。今まで生まれてこの方聞いたことはありませんでした。そんな言葉ばっかですね、大相撲の向上は。ということで、日本相撲協会は26日、今日ですね、名古屋市のドルフィンズアリーナで大相撲秋場所、来場所の番付編成会議と臨時理事会を開いたということで、そこで先場所、いや今場所か、まだ名古屋場所で優勝した関脇豊昇龍の大関昇進を正式に決めたというニュースがありました。寝たいですね。まあもう優勝した瞬間というか、まあ優勝決定戦に進んだ瞬間からはね、もう多分決まっていたとは思うんですが、ただね、そこで優勝を添えて、ここで正式発表と、もうこれで大関豊昇龍が誕生したということですね。この日は番付編成会議と臨時理事会の後に立浪部屋の宿舎で昇進伝達式が行われました。協会からの使者として同じ出羽海一門の境川理事長と、まあ、大鳴門親方が、まあ、使者として派遣されたというやつですね。そして伝達式のね、よくあるこの手をついて、あの推挙されましたおめでとうございますみたいな後に新大関が、まあ、一言口上を述べるというね、まあ、あのかっこいい儀式が行われました。新大関の豊昇龍は大関の名を汚さぬよう気迫一閃の精神で努力いたしますと口上を述べましたね。気迫一閃って何ぞやということなんですけども、まあ、今後はね、本当に大関、まあ、文字通り大相撲の看板力士ですからね、まあ、これからも相撲道を極めるために突き進むというふうに誓いました。この気迫一閃という意味なんですけども、僕が調べたところ、どんなことがあっても力強く立ち向かうという意味を示すということで、いい言葉ですね。こんな言葉が日本にあったんですねっていうのをね、モンゴル人の豊昇龍に教えてもらうという、うん、こういう人もしかして多いんじゃないでしょうか。どんなことがあっても、まあ、今後ね、本当大関ということで周りの目っていうのもね、厳しくなります。まあ、年齢まだ24歳ということで、まあ、社会人からしたら2年目とね、本当に若いんですけども、各界の、まあ、頂点の一歩手前、もう看板中の看板ですから、さまざま困難今以上あると思うんですが、そういうものに対して力強く立ち向かっていくと、まだまだ進んでいくぞというね、まあ、そういうこう思惑があったのかなと思います。そしてこの新大関の誕生はですね、先場所の大関霧島に次いで2場所連続ということで、令和以降では6人目となりましたね。もう6人も出てんだね。出てない、なんか出てないよ、出てんだね。2場所連続での新大関は11年ぶりとなるみたいですね。11年前って誰だろう。11年前、2012年、稀勢の里琴奨菊とか、ちょっと詳しい人コメントでお願いします。ということで、来場所は1横綱3大関となりますね。まあ、徐々に大関が増えてきましたね。まあ、この中から新横綱がね、現れるんでしょう。そしてモンゴル出身の大関としては、朝青龍、白鵬、春馬富士、鶴竜、照ノ富士、そして霧島と次いで7人目となりますね。この、まあ、先場所上がった霧島以外の5人のね、大関はその後みんな横綱に昇進していますから、まあ、当然霧島そして豊昇龍にもこの期待はねかかるわけですね。そして立浪部屋からの大関誕生というのは、1985年九州場所後の北尾、後の横綱二羽黒以来38年ぶりとなりましたね。まあ、この二羽黒さんは横綱になったんですけど、優勝はねしてないですから、まあ、優勝というのもね、本当に立浪部屋としては久々となったみたいです。新大関記者会見で向上の出来について聞かれると、満点と言うしかないというふうに笑顔を見せました。まあもう本当ね、満点なのかなと思います。
そしてさらに今後の目標についても、大関は夢のところでもここで終わりではないと、次に向けて頑張りたいということで、横綱昇進へのね意欲を語ったと。まあ豊昇龍ね、本当にね、まだ24歳なんだけども、やっとかぐらいのね、そんな感覚ですよね。若くして活躍してましたからね。まあまだ24歳ということで、さらにね上を目指して頑張ってほしいなという感じですね。というところで、豊昇龍のねプロフィールちょっとざっと見ていきましょう。本名スガラグチャービアンバスレンということです。1999年の5月22日生まれということで、24歳なったばかり、まあ、先月になったということですね。出身地はモンゴルウランバートル出身で、身長は188センチ、結構高いですね。142キロ、体重はねもうちょい増やせるかなといった感じです。得意技は右四つ寄り投げということなんですけども、このねこれが、まあ、一つの豊昇龍の特徴ですよね。型がないとも言われますが、逆に言えば非常にこう柔軟な相撲が取れるということですね。まあ、当然投げっていうのがなんか一番強烈なイメージなんですけど、組んでもいいし離れてもいいし頭つけてもいいし、まあ手を伸ばしてね距離を取っても相撲を取れるという、まあ、非常に器用な力士となっています。まあ、型がないっていうのは結構ねいろんな親方に言われることがあるんですけども、豊昇龍は型がないのが型だというふうに言っています。まあこれはね大横綱の大鵬さんも言われてたみたいですね、型がないと。ただその時も大鵬さんはこれが型だというふうに言っていたみたいなので、まあ今後のね活躍によってはこの豊昇龍というね、まあ、今の型が型となるのかもしれません。型がないの型みたいなね、まあ、今後が非常にね期待される力士なんですけど、まあ、出世も早かったですね。初土俵平成30年の1月なんですけども、新十両が平成元年11月ということで、まあ、序ノ口でデビューしてからわずか8場所でね新十両になってるんですよね。すごいよね。この間負け越し1度ということで、優勝は序二段の1回しかなかったんですけども、まあ本当にね出世が早かったですね。その後も順調に出世していき、新入幕も早かったですね。新入幕も十両は4場所で突破した後の令和2年9月2020年の9月ですね。もう3年前なんだね。早いね。もうこの時から幕打ちるんだよね。それはなんかこう24歳でこう3年がかりやっとかみたいな感覚はありますね。昨年の3月場所に新小結び、西の小結びに昇進した後、そっからなんと8場所連続勝ち越していると。新三役に入ってから負け越しなしということで、まあ、本当に長い間ね三役というものを務めてきました。さらに昨年の11月には、まあ、11勝3敗と、まあ、技能賞獲得したんですけど、この時も優勝争いしましたね。まあ、終盤の3連敗でちょっとねこう崩れてしまったんですが、まあ、力っていうものは十分にこう見せつけたのかなと思っています。そこで11勝を挙げて、ただその次の場所8勝7敗と、ここでね怪我がありましたね。怪我があったんですけども、まあなんとかね無理して8勝を挙げたと、まあここがやっぱ大きかったのかなと思いますね。そしてその後の3場所で10勝11勝12勝ということで33勝&優勝で大関昇進となりました。まあ今思えばね、この昨年の九州場所ぐらいからね、まあもう覚醒していたのかなと思います。九州場所で11勝、そして次の場所で怪我をしながら8勝ということで、まあ、おそらく万全だったらこの場所も2桁ぐらいは勝ってたかもしれません。分かんないけどね。そしてその後も3場所連続10勝以上ということなので、まあなんて言うんだろうな、本当にここ半年ぐらいでグググと伸びてきたという印象ですね。まあ、先場所のね優勝っていうのは見事だったんですけども、それまでやっぱりこう闘志むき出しにしているっていう印象だったんですけども、なんかね先場所は冷静さもね持ち合わせているように見えましたね。心は熱くなってるんだけど頭は冷静っていう、まあ、非常にいい状態で相撲が取れていたんじゃないかなと思います。まあなんて言うんだろうな、本当顔
ほどなんか頭はねカッカしてないみたいな、なんかそういう相撲の取り口もね反応が早いしね、とにかくね、うん、それがね優勝につながったのかなと思います。まあ、本当とにかく先場所はねとにかく反応が早かったですね。攻めが早い、自分がいい形になった時の攻めが早いんですよね。一呼吸置かない、いい形になったらみんなちょっと安心して一呼吸置きたくなるんですけども、まあ、千秋楽伯桜鵬に勝った相撲とか、まあ、若元春に、ね、勝った相撲とか特にそうだったんですけども、一瞬でも自分が攻める隙があるというか相手に隙ができた瞬間にもすぐ攻める、まあ、これがねとにかくすごいなと思いますね。これって本当に大事なことなんですけど意外と難しいんですよね。いい形になったらやっぱ安心しちゃう、じっくり行きたくなる、ただすぐ行っちゃう、これが強いですよねとにかくね、うん。まあ豊昇龍といえばね朝青龍の甥っ子としても有名なんですけども、おじさんがね偉大すぎる横綱というので、まあそれが重荷になった時期もあるかもしれませんですが、今はもうね大関豊昇龍というものをね確立したんじゃないかなと思います。おじさんもこれからが本番とおじとして信じていますと、みんなに愛される立派な人間になってくださいということで、もうおじさんもね大喜び、もう当たり前ですよね。もうこの朝青龍さんが泣いたらしいですから、もうそれぐらいのね本当に期待と愛されている豊昇龍、本当にね人懐っこい笑顔、そして土俵上でのあの負けん気というあのギャップがねもう何とも言えないなと思います。そんな豊昇龍なんですけども、やっぱりこの大関に上がれた力の源としてはやっぱり本人の努力もあるんですけども、やっぱり先場所ね幼なじみというか昔から知っていた霧島、この人に先に大関に上がられたという、そういうこう悔しさみたいなのをね爆発させたんじゃないかなと思いますね。やはりそういうエネルギーっていうのは非常に大きいし力になりますから、まあそういうものがね爆発して今場所につながったんじゃないかなと思います。なんか僕としてはね今後の豊昇龍、やはり大関止まりで終わる人間とはねどうしてもこう思えないですよね。おじさんもそうだったのもあるけども、大関になったというので一気にこのままね横綱行っちゃうんじゃないのという、なんかそんなこう期待感もありますね。まあおじさんも三役幕内でちょっと足踏みしていた時期はあるんですが、とはいえ大関はね3場所で通過してるんですよね。連続で14勝1敗の優勝ということで、まあねなんかそんな勢いがあるんじゃないかなと思っていて、もしかしたらこれこのまま覚醒して年内ある年内横綱ある、なんかそんなこう期待感さえねこう匂わせるような、なんか本当にそんな勢いですよね。本当になんかまだまだ伸びしろがありそうというか、豊昇龍時代がね24歳あるんじゃないかなーなんてこう思っちゃいますよね。まあわかんないけどね、怪我がなければとかいう話もあるんですけども、いやー豊昇龍ついに来たかということで、今場所も新大関が誕生しました。本当にめでたいですね。豊昇龍、大関豊昇龍っていう呼べる時間がねそんなに長くないかもしれないということで、本当にめでたい日になりましたね。まあもしかしたらね実は来場所以降も大関が誕生する可能性があると。まあ、若元春大栄翔ね、今場所はちょっとね、なかなかあれな成績でしたけど、まあ、来場所2人がね、なんか13勝以上で優勝とかしたら大関昇進みたいなのもあり得るかもしれないので、特に大栄翔とかね、もしかしたら3場所連続大関誕生とか、4場所連続とか、なんかそういうニュースがあるのかなと思っています。はい、ということで、新大関誕生というニュースでした。明日は今日同時に発表された新十両、そして最十両の力士についてまとめた動画を出したいと思うので、そちらもぜひチェックしてください。ということで、終わり。アディオス。